はい、では東京都立高校平成25年度理科の解説をしていきます。題問1、問題はポリエチレンの袋に液体のエタノールを少量入れて閉じました。で熱湯をかけましたら袋が大きく膨らんだ。この理由を答えましょう。その選択肢、あ、エタノールの粒子の数が増えた。い、粒子の大きさが大きくなった。う、熱によって粒子が自由に飛び回ってしまった。え、粒子が熱によって分解され二酸化炭素と水蒸気が発生した。この4つですね。さあ、エタノール、まあ、これはアルコールですけども、まあ、エタノール、沸点が水よりも若干低いですけども、熱によってまず粒子、まあ、すなわち分子ですね。熱によって分子が増えることはありませんね。熱がこの分子に、影響するものは分子の運動です。運動に影響を与えます。これは水に熱を加えて沸騰すると同じこと。エタノールは水よりも沸点が低いので熱湯で十分この運動が活発になり、まあ、沸騰、まあ、蒸発をしていきます。ですのでまず分子の数について書いているものはこれは×ですね。それから大きさも変わりません、もいります。回答としては、問い1は無ですね。絵の分解、これもされません。だから一見これがありそうですけども、こういったわけにはですね、これエタノールが燃えた場合に二酸化炭素と水蒸気ができます。これを勘違いしないようにしてください。そして問い2ですけどね、問い2は電流です。回路がありますね。このような回路があります。電熱線が2つあり、まあ、2種類あります。そして電源装置は電池があります。そして X と Y という名前がついています。そして点 A、点 B があり、 A に流れる電流は B より大きかった。こっちが大きい、こっちが小さい。さあ、ここでこの回路は並列ですね。直列と並列、きちんとですよ。電源1個からこのように輪が2つできます。これは、同じ 電流輪が、同等に使うです。ところが、抵抗が、違うために電流が変わってきました。この場合には電圧が一定ですから、この関係によりますね。電圧は電流かける抵抗という、この3つの関係があります。ですからこれが大きい、電流が大きいということは抵抗は小さい、これが一定ですからね。すると選択肢を見ていきます。あから A の組み合わせ、まず抵抗を見ると X の抵抗は Y より小さい。これが入っているもの、抵抗が小さいもの、これは A と A と U に入ってますね。これと今言った電圧が等しいを加えると回答は A しかありません。きちんとポイントを掴んで選んでいくとこのようにきちんと出てきます。そして問い
3、これは、生物の遺伝ですね、細胞を作っている染色体が8本である動物。さあ、染色体が8本では書かないですけどね、的には、これもともと2つですね、これが、半分ずつ入ったものを合計してます、と覚えていれば、もうこれは、単純に、4と4ですね。8本なんで4本、4本で結構です、非常に基本的な事項ですので、これはきちんと覚えておきましょう。もう生物関係ですね、細胞はもう暗記1本、最初の計算っていうか、もう、まあ、この程度の計算だけですので、項目をきちんと覚えていけば済むと思います。はい、そして、問4に進みます。問4は天体です。空に向けてシャッターを押して少し露出をこう開放して、これありますよね、2時間とか1時間とか開けっぱなしにして星の動きを撮影したものです。もう図2ですね。もう図2はもう絶対に覚えてなくちゃいけません。星が円状になっているのはもうこれはもう北ですね。これを絶対に覚えてください。そして問題は図3の方です。これが間違いやすいですね。東か西なんですよ。南は、まあ、このようにこうスーッとこうなっているんですけども、西東でこの昇る沈むというのが出ています。これが方向がいまいち分かんないです。実は、北を見ると、回る方向がありまして、ただ、北を見た場合とこの南に行った場合、実はこの3つがつながっています。こう登ってこう進んでこう下る。ですから上りが東、下りが西というのは分かるんですが、この北の、回転の向きっていうのは反時計回りになります。かといって、じゃあこれとどうするのとです。これはこう回っています。こっちこう回っています。反対に見えるんですが、これは当然です。北を向く場合と南を向く場合では、自分が反対を向いているので逆回りに思えるだけです。で、今このいる部屋の天井全体にこの星の絵を描いてぐるっと回します。ちょっと向こうを見て回っているものは、まあ、こうですね、こう回ったとすると、これこう回ってこっちへこうなります。で、こうなります。ですから、するとこの向き、回答はこの向きなんで、こうですね、と東であることが分かります。自分が反対を向いていることに注意すること、まあ、4つなんで単純に覚えてしまってもいいです。実際はもう東西だけちゃんと覚えばいいんで、ここはきちんと覚えると、回答としては A という選択肢が取れますね。これは結構出てくるし単純なので、きちんと覚えておくといいでしょう。そして問5ですね。さあ、これも、まあ、定番の食物連鎖ですね。この三角形非常にもう有名でしょっちゅう出てきます。この三角形の、まあ、大きさというかこの面積が、そのここにいるものの個体数といって数を示します。で、今ここには
肉食動物、草食動物と入っており、ここには植物ですね。まあ、分かる通り、これがこれを食べる、これがこれを食べる。さあ、通常はバランスが合っているんですけども、さあ、問題としてはまず、3行目、草食動物が増えた後、よく見ますと、草食動物が増えましたって書かれます。すると当然、餌をたくさん食べます。ですからまず、植物は一旦減ります。ですね。で、逆の理屈で草食動物が多いので、それを食べる肉食動物も餌がいっぱいあり、増えます。こうなっているのは、C から、順番ですね。そして、これが今度は食べるとこっちが減ります。そうすると、最後に今度はまた減って減ります。このように、増えたものに対して増えてくる。減ったものに対して減ってくる。これで最後のまたバランスが見えます。すると、回答としては、C、A、B という順番で、うという回答が得られますね。そして問い6へ進んでいきますね。ちょっとこっち書いちゃいます。これスペースもないんで、これは場所を取りませんから、ここに行きますよ。問い6。さあ、簡単な反応式の問題です。銅の粉末、銅は Cu ですね。この粉末を空気中で加熱した、すなわち空気中で加熱イコール、これはまあ錆というか燃焼なので、これは、酸化をします。酸化をするということは酸素とくっつきます。反応式においては通常この存在する状態で書くという状況があり、金属は単体で、で酸素などの、こういった、まあ、ガス系ですね、気体はこういった O ではなくて、実際には2つくっついて、宙に、まあ、浮いているというかあるので、この状態で書かれます。で、これとこれが反応します。で、できるものは、酸化銅というもので、実はこうですね、この O が1個です。1個でくっつきます。さあ、これですと実は O の数が合いません。ですので2個にしてあげます。こうして合います。で、これを書いているので、ね、銅が2個、酸素が2個で、出来上がったものが2個となっているものですね。と、書いてとしてこれ A となりますね。よくですね、この反応式、これ分子式がこういった、まあ、絵で出てきますけども、ちゃんと記号とセットで覚えておくといいでしょう。まあ、記号で覚えると、ちょっと、なんかこう、理系が苦手な人、めんどくさいんですが、やっぱりこれも、まあ、この通り、図で覚えてるでしょうね。こうできますよ。でも、これでは数が合わないよね。さあ、どうしようと。1個1個は合ってるから、こことここの係数が同じ。で、これを倍にしようと。なので、これを2つ持ってきて、単内分はこれ1個と。まあ、こうできればいいかとですね。これはくっつきませんね。単体でパラッパラ。これはくっついて存在。こういった細かい違いも覚えておきましょう。